はい、ゲームコレクターの作家です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、前回途中でね、電源、スマホのね、電源じゃないや、スマホの容量がいっぱいになっちゃったんで、ちょっとその続きからプレイを再開します。はい、今回はね、千利休からになりますね。はい、これでということで、まっさり負けちゃうかもしれないけど。とりあえずね、なんか、あれ、これどういうマップだったっけ？てか、初めてだよね、このマップ。うん。やったことないマップなんで、これ多分避けなきゃいけないのかな。緑のかな？どういう。あ、てか、こいつ、ボス、こいつ、倒した。もうとりあえずもうね、これかな。とりあえず今回でスマホいっぱいにならないとは思うんだけど、まあ、前回はね、他の動画撮った後に、大して時間かかんねえだろうと思って撮ったら、全然ね、時間がかかったというね、10分ぐらいで終わるかなと思う、ね、死んで終わるかなと思ったんだけど、甘かったね。やっぱり Z レアは強いね。全然強いよね、本当に。断然強い。あ、やぶ負けた。やばいじゃん。回避。あ、武器スキルいいのか、この場合。やばいじゃん。結構やばいぞ、信長やばいぞ。よし、あ、でもこれいいな。いいパターンだ。これで倒しちゃえ。これで倒しちゃえばいいんだよね。え、負けてる。マジか。やばいな。一番やばいのが出たな。OK。倒して。普通。お、でも倒した。結構余裕で倒せる。まだ大丈夫。よしよし。いきなりね、終わったら一回、あ、よしよし、うそ、まあいいや、今はいい。じゃあ、歩きたんだ。なるほど、レベルアップしたやつがいるか。まあいいや、これで。ミッションスタート。てか、全然動かないな。やべ、そうじゃねえ。信長、ちょっと後ろにした方が良かったな、これ。どれだ？全然わかんないな。オッケー。オッケー。倒しちゃえ。とりあえず一回倒しちゃえ。いいね。でもここにまたザコが来てて、これに当たっちゃうんだよな。ザコって言っても前回のボスなんだけどな。おお、危ねえ。よしよし。なんか普通にもうなり倒してるだけっていうあれ。すげえ。でこいつボスも。あ、でもこれ信長でガンガン、
でもここでナポレオンが出るのか。いいな。これやだな。これは行ったか。これいけるなぁ。いっちゃえ。またこれか。勝った。何体いるんだっけボスって21ぐらいいなかったっけボス。避けれないか甘いかやっぱり。すげえな。全体の S レアか S かスペシャルかスペシャルかなんかでやった時でも全然弱かったからね自分のプレイヤーのキャラクター。 Z 強いんだなこれ。めちゃくちゃな。いいのかこのバランスでむしろ心配になるよこれ。子供喧嘩しないか。ああ負けた。よし。ノーガードさえ出なければなんとか。あ、でも結構強えな。よし。こいつがどっか行っちゃえば、その間に倒せるでしょう。あれ？あ、違う、今のボスか。あ、そこボスだった。勘違いしてた。親玉だった。親玉だった。あー。よし、もう一回戦える。親玉だったか。こいつが親玉だったか。こっするか。さあ、あとの二人追いつけるかな。信玄は右側から回っていくようにして、左、信長側の雑魚に当たりそうだな。雑魚って誰だった。よしよし。セリだから倒しちゃえ。クリティカル。あ、もう行ってるか。でも、ノーガードなのはいいね。ああ、全然。鉄器交代か。回り込め。もっともっと行け。行け。行け。毎回同じパターンだなぁ。パー出したらよかったのか。よし。勝った。これで倒せんでしょ。よし。カチカチ。どんどん行きましょう。どんどん行きますよ。ロッチ強いな、それにしても。やべ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 、エネルギーを貯めるぐらいはしたいよね。
ゲッツ倒してまんま、あー負けた。動画やばいな。ダメージ与えてないな。そろそろ敵強いのかな。あーこっちが下がるのか。クリティカル。あーアタックか、残念。あこれ一気にいけそうだな。これは倒したね。でも信長回復しないと辛いな、この後の戦いが。オッケー。あーそっか。あ、なんか強い、強い、強い。一段と強くなってる。やばいな、ここから先やばいっすね。結構無難に勝てるような気がするんだよね。武器スキル？攻撃力アップか。お。またこするか。そろそろ苦戦し始めたからちょっとやばいかもしれないね。これで連勝で最後までいってたら、それはそれでちょっとゲームバランス的にどうって思ってる部分があるから、まあいいのかな。 OK OK。 いやー感じかな。そうはうまくいかないか。順番関係ないのか。あ、先生、順番っていうか、置く順番は天下無双にしなくてもいい。天下総務の順に置いても。並びが合ってればいいのか。
それ苦手なんだよな。うわ負けた。ノーガードはまずいっしょ。ノーガードはノーガードはまずいっしょ。これは結構食らうな。これ厳しいな。逃げれないかやっぱり。千の利休ちょっとこいつ倒さないとまずいな。まずいことになりそうだな。こっちが間大丈夫かな。レンダーちょっとやばいけど、こするは大丈夫なのかな。攻撃力アップか。よし。手が疲れてきた。また武器スキルか。あ、ノーガード大丈夫だ。全然大丈夫。なんだろう、これ。あの、S 取りに行きたいな。こいつ倒しちゃえば、ボスだけだから、大将だけだから、結構楽なんじゃないか。結構耐えるな、やられた。あ、ノーガードやばい。ノーガードはやばい。鉄器交代か。じゃあこれ、ちょっとこれ。よし。肘肩あたりが1回目の勝負だと終わりなのかな。あークリティカルいかないか。これ厳しいな。こればっかだな。そっか、 S ってあれスピードアップかって今さら何回プレイしてんだって話があるんだけど。まあこれでこすれか。はじけ嫌いなんだよな。あれ当たってないけど勝った。まあいいや、はい。もう一回勝てるか、ここで。あ、勝った。これで余裕でいけたでしょう。マジか、マジか。あれ当たり判定なかったんだ、今。マジか、そういうのもあるんだな。こっか。あ、うそ。やったな。あんまダメージ食らいたくないんだけどな。これやばいぞ。相当やばいっすぞ。やばいな、これ。これはやばいな。これはやばい。あ、いや、嘘。負けたわ。負けたわ。これガードしても勝てないだろ、これ。はぁ、あ。終わった。
まあいいや、ちょっと、まあ、まあいいや、ちょっと今回はね、このぐらいにして、で、その代わりに、レベルアップを、これなんだっけ、何やんだっけ、これ、で、持ってるカード、運命が違うじゃないですか。え、カードスキャンでいいんだっけ、カードスキャンじゃないのか、なんだ、何をすればいいんだっけ、これ、図鑑か。図鑑かな、レベルアップ OK。これか。どう、ナポレオンは、ナポレオンもレベルアップ OK。信玄もレベルアップ OK。で、マシンは、マシンも、上昇気流、全部レベルアップ OK になってる。こうで。よし。じゃあ、ちょっと読み取ってみましょう。カード出してないやつも出しておかないと。なんだっけ、上昇気流、今回読み取れると。で、あとはぶつけ、つけなんちゃらじゃないな。つけブレーカーは出してるか。あ、ジャイアント軍配か、これだ。ということで、ちょっと順番はバラバラになるけど、とりあえず1個ずつ。まあ、ジャイアント、まあ、カードスキャン。あ、ライトライト。当然ながら白い紙ちゃんと用意してないです。充電いらないな。これレベルアップ、よし、続けてスキャンしますか。これは次がこいつね。はい、レベラー、レベルアップしてる、スマホの容量いっぱいになったら嫌だな。レベルアップ、高次元のレベルアップ。で、もうすんなり読み込んでくれないのが辛いな。なんでだろうな、こう緑になってんだけどな。ダメだ、イライラしてきた。イライラしてきた。白い紙に乗せて。
と、まあ、ライトは当てると。あれ、それでも読み込みが悪いな、なんでだろう。よし、レベルアップしてもいかれるな。で、次が カードを置く場所とライト当てる場所をもう最初から固定するような台作った方がいいのかな。しなきゃいけなかったかな、大丈夫。よし、レベルアップ。5秒レベルアマジか、もっと手前かな、こっちかな、はい、全然何回やってもコツがつかめない4つ OK で、よし、瞬時のレベルアップ。よし、早い。で、信長、もっとこっちかな。なんか読みがいきなり、そう、ナポレオンにすぐ読んだのになぁ。カードの個体差もあんのかなぁ。よし。よしよし。ということで、これで一応、図鑑を見ればいいのかな。まあ、レベル2になりましたね。はい。ということで、おぉ、ということでね、まあ、とりあえず、腕自慢の第1弾のカードを全部、入手することができましたということの報告が終わったので、ちょっと次回からね、ちょっとこの腕自慢のボスクリアを目指してもいいんだけど、まあ、玩具いろいろあるのでね、違うね、玩具とゲーム、3DS のゲームで連動してるようなね、タイトルをまた紹介していければいいかなと思っています。はい、ということで、この動画にね、応援していただける方はぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。